吉沢健吉は、日本の外交官、政治家。ジュニー、君一党局実党下大受賞。新潟県中区引郡高田出身。大日本帝国切手のアジア通りの外交官として、知られ、日ソ基本条約締結による、日ソ国交回復等に関わる。義父は、犬飼武氏であり、犬飼内閣においては、外務大臣を務めた。第二次世界大戦終結後に、 公職追放を受けるが、解除後は1952年から3年間、中中華民国大使を務め、辞任後も自由アジア用語連盟代表、自由アジア協会長として、台湾用語に奔走した。父は、諏訪村初代村長の吉沢上陵。妻の三沢は、内閣総理大臣等を務めた犬飼武氏の長女であり、犬飼内閣では、外務大臣に起用された。 外務事務次官や中アメリカ、合衆国特命全権大使を務めた、井口貞夫は娘婿。孫に、国際協力機構理事長や、国際連合難民高等弁務官事務所弁務官、等を歴任した、国際政治学者の尾形貞子、国際法学者で、元ニュージーランド大使の井口武夫、元外務省事務次官や、自重長を務めた、川島博士、慶應義塾大学教授で、 日本の女性国連職員の草分けである、笹波洋子、旧世川島、数学者の吉沢光雄等がいる、犬飼い武志美佐夫、つね子、吉沢健吉貞子、中村豊和、小形四十郎、ありがとうございます。